社というか、この会社は全日本という会社から分裂してできた会社なんですよ。だから創設から僕と三沢は一緒に来たわけですよ。あと他のレスラーとか従業員とか。だから入社は2000年だったかな、入社っていうのは。その辺に、まあ、三沢前社長がね、旗揚げして、そこに僕たちが一緒にくっついてきたというあれで立ち上げたわけですよ。そうですね、あの頃は、まあ、選手もある程度少なかったし、旗揚げしたばっかりでね、まあ、この先大丈夫かっていうあれで心配は心配だったんですよね。まあ、ノアという箱骨で荒海に航海に出てきた感じっていう感じでした。俺が社長になったっていうのもまた前社長はね、僕より1個若いんだから、ね、あんな亡くなるなんて思わなかった。急遽社長になったわけですからね。もうで会社はもうある程度回ってますから、変えるとかそういうより流れに乗ったっていう感じですよね。何を会社を変えるなんて頭はなくて、まあ、流れに乗って来た感じですね。